いた子？何ですかそれ？に対する視聴者の反応集。まだ綺麗だった頃のタバラ。モテそう。イケメンではなくハンサムな男だよな。うん、これは競馬界の玉三郎。いた子しなさそう。まるで綺麗じゃないタバラがいるような発言はやめ。基本いつだって馬に対しては綺麗だろ。歌手デビューとあるし言うほど綺麗な時期か？競馬はエンターテイメント、やれることやって盛り上げるぞ、と認識した天才だぞ。ハイセイコーだってやったからセーフ。当時としては結構な高身長だったんだっけ？身長が高い割に短足だった反面騎乗姿勢は抜群に様になってたらしい。昔は追っかけが結構いたってのも納得の顔。こや、イニシエの馬女もキャーキャー言いますわ。イケメンというかなんというかほだされる顔だよね。男の顔の良さをイケメンでしか表現できない我々世代に敗北を突きつけるような面の良さ。なんというか歌舞伎の二枚目役者とか女型みたいな風貌だよね。玉三郎に例えられたのもわかる美形。ああ、じゃじゃ馬グルーミンアップのタバラモデルのキャラが坂東誠二なのってそういうことか。坂東玉三郎。言うて今でも薬やってた60代にしては異例の綺麗さだからあまりギャップはないよね。プール行ったりして今でも体型キープしてるよね。配信で山登ったとかさらっと言っててビビった。麻薬の人知ってる。ガイアフォースイタコしてる時に妙な色気があるのよね。髪をかき上げる動作から漂う妙な色気、なんなんですかね、あれは。まだやらかしてない時代に娘に、今日の授業参観お父さんが行くから。って言って、黒のスーツでキメキメ状態で現れて前世と、保護者の注目を浴びたって話を娘が言ってて笑った。若かりしガイアフォースかっこいい、と思わず購入したら、怖いお兄さんがいっぱい映ってた。武闘派谷八郎門下生の中で一番やんちゃだったからなタバラ。誰かすれたいの、若かりしガイアフォース、の部分を突っ込め。ガイアフォースは十分若いだろ、いい加減にしろ。怖いお兄さん、タバラ。こんな人と道端で会ったらちびるかも、ガイアフォースやってるおじさんと同一人物とは思えない。グラサン姿がまた怖い。しかしこの頃を思うと今は本当に丸くなったんだな。怖いお兄さん、こうしろう。よく見たら全然怖くないお兄さん混ざってた。顔は今とあんま変わらないんだけど、あどけなさが残っててなんか可愛い。幸四郎がタバラ界の一員だったの知らなかった。怖いお兄さん、男藤田。本当に怖かったお兄さん。ただ座談会見ると、話面白くて盛り上げ上手だなって思った。怖いお兄さん、Cさん。タバラ二宮のカウンターでボッコボコにされた話を普通にしてて時代を感じる。タバラは後輩に、止めんなよ。って言ってボコボコにしてるもんだから誰も止められなくて、結局ノリさんとシカト現長教師が止めに来たらしい。怖いお兄さん、ウエチン。最近競馬を知った身からすると調教師としての方が馴染み深いかも。ベラジオオペラには頑張ってほしいね。上村先生はタバラが配信でちょくちょく話してるわね。上村さんのサイレンス鈴鹿の話、全4話、は出読だぞ。上村氏の平場は変える。ベラジオオペラまでなんで重賞勝ってなかったんだっけってぐらいのリーディング上位級者。怖いお兄さん、芹沢さん。怖いお兄さん、チーボー。千田さんはダディーズビビットの調教師さんか、頑張ってほしいな。芹沢さんってゴーイング鈴鹿の人だっけ。あとはアドマイヤ菩薩やマンハッタンスカイが有名だね。怖いお兄さん、ミユピー。この中で唯一の弟弟子ってこともあって、可愛がられてんなーって伝わってくる良き座談会でした。酒飲んだりタバコ吸ってる姿が色っぽいのなんの。ミユピーってタバコ吸うんだ。でもそれもかっこよさそう。競艇配信でも今はタバコ吸ってないって話してたね。ただこれ見るとすごく様になっててかっこいいなと。谷八九社の末っ子なのもあってタバラにめちゃくちゃ可愛がられてたんだっけミユピー。色っぽいミユピー。21歳とは思えない色っぽさだな。黒ハイネックの破壊力が凄まじい。昔も今もすごいかっこいいけど、昔のミユピーからしか得られない栄養がある。これが黒の軍団か。藤田はまあ置いとくとして、ミユピーはバリバリ現役だしタバラはなんだかんだ戻ってきたし、その他のメンバーも騎手引退しても調教師やら助手やらでこの世界にみんな残ってるのすごいね。ひとまず置いとかれる藤田に悲しき現在。Cさんとこの看板は千田さんから送られたみたい。良い関係なのはいいことだね。
タバラも配信でミユピーの話楽しそうにしてたり、上村先生の名前挙げてたり、20年以上前の縁が今もずっと続いてるのいいよね。ガイアフォース、タバラ、に狂わされる民時々出てくるのなんなんだろうな。